はい、いつも白蛇の琥珀さんを見てくれてありがとうございます。琥珀さんの主です。琥珀さん、お水をね飲むシーンが今回もありますのでお楽しみください。先日ねライブ配信をしました。 YouTube ライブですね。でね、おかげさまでたくさんの人に、見ていただいて本当にありがとうございました。でね、やっぱりライブ配信してる時にコメントをいただけるとね、そのコメントでお話ができるので本当に助かりますし、助かりましたね、助かりました。ぜひね、またライブ配信はねちょくちょくやっていこうと思うので、その時は気軽にねコメントをしていただけるとありがたいです。その際にはね、琥珀さんとか、新しくお迎えしたベイリーのこととかね、なんか聞きたいこととか質問があればね、ぜひねその時にしてもらえると結構リアルタイムにお答えができるからいいんじゃないかなと思っているので、ぜひねその時、タイミングが合えばね質問とかもしてみてください。2階にね、これ琥珀さんの2階の寝床です。器用ですよね、琥珀さんは。本当にこんなところをねバランスよく登れるし進めるんですよ。この棒のところね、突っ張り棒を使ってるんですけど、これ蛇っていうのはね本当にね不思議な生き物で、もあってすごい能力がある生き物だなってね感じますね。バランスもそうですし、力もね本気を出したらすごい力ですし、で意外とねなんか覚えたりするんですよね。名前を覚えるとかではないんだけど、こう抜け道を見つけるとねそこを覚えてたりするみたいです。これはね主の勝手な想像というか考えなんですけど、匂いにも敏感なんで人の匂いも覚えるんじゃないかなとか勝手に思ってます。多少は覚えてくれてるんじゃないかなってね思ってるんだけど、どうなのかな、実際は分かんないですけどね。はい、シェルターに琥珀さんが入っちゃってますね。暗いところがね、ヘビは暗くて狭いところが好きなんでね、こうやってねシェルターを設置してその中で過ごしたりするんだけど、通り抜けてる。はい、お水のシーンです。このごくごく飲んでる、かわいいですよね。かわいいな琥珀さんは。これ顎のとこが動いてる、夢中、すごい飲む。ああ飲めた、ふはーって感じですね。お鼻がねちょっと赤くなってるね、お水に入ってたから。あ、また飲むかな。あ、もう飲まない、今日はもういいのかな、いいみたいですね。ライブ配信の時に、 YouTube ライブの時に琥珀さんがねお水を飲んでるシーンが好きですっていうコメントいただいてね、本当にね気持ちわかります。可愛いですよね。なかなかねヘビってお水を飲んでるところを普段の生活でね見ることないと思うんですけど、こうやってねお水飲んでるシーンって本当に可愛いなって思います。毎回見ちゃいます、見つけるとね。そういうライブ配信でねコメントをいただいてました。お水飲んでるシーンが好きですっていうねシーンもいただいてました。ぜひねまたやると思うので、ライブ配信よかったらコメントください。普通の動画でもねぜひコメントいただけるとね全部読んでるのでありがたい、嬉しいです。またねコメントもいただければと思います。また白蛇の琥珀さんもね見ていただければと思います。いつもご視聴ありがとうございます。